ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ大宮より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介するお車が BMW M5 コンペティション2019年式3万キロこちらの車両になります。はい、M5 がすごくいい時期になってきたと思うんです。そうですね、あの価格帯的にもまあ買いやすい金額に落ち着いてきたかなっていうところですね。はい、つい先日 の、はい、グッドウッド、はいはいはい、イギリスで開催されたイベントで、はいはい、この継ぎ方、はい、M5 が発表になってましたけれども、はい、衝撃の内容だったじゃないですか。はい、そうですね、はい、まあ、それまでもいろいろリークは出てましたけど、はい、なんとプラグインハイブリッドということで、はい、あの純ガソリン M5 は、はい、おそらくこれが最後になろうかと。最後でしょうね。はい、ということでこの辺をもう一回乗っとこうかなとか探してるんだよっていう方も意外に多いんじゃないかなと。はい、多いんじゃないですかね。はい、というわけで今回こちらかなりいい答えが入ってきたので、はい、改めてご紹介させていただきます。はい、でまず、はい、M5 をご紹介するにあたって、はい、うちの方で前期型のコンペティションじゃないのと、はい、あと名古屋店の方で後期の答えをご紹介させていただいてるんです。はい、なので前期のコンペティションで、はい、これで一応一通りシリーズは網羅したかなと。そうですね、コンプリートしましたね。はい、ただ内容がやっぱりちょっとややこしいん で、まあでね、今回整理してきました。はい、でまず概要として5シリーズ自体はこれで7代目になるんですね。はい、で M5 としては6代目、はい、E28 からなんで、はい、で17年に発売されて20年にマイナーチェンジしてこれの後期型になってると。はい、ただコンペティションが追加されたのは19年なんですよ。はい、前期の最後ですかね。はい、だ前期の前半はコンペティションは設定されてなかったんですよ ね、 すね、はい、コンペティションでくくると前期後期ごっちゃになるし、はいはい、そうなんです。コンペティションじゃないのでくくると、はい、そのスノー M5 になるってことで、これ中古車情報サイトもあのサイトによって分け方がバラバラなんですね。そうなんですよね。ちょっと見づらいところがあるのでやっぱその年式と確認しながらじゃないと勘違いされちゃうかなっていうのはあるんですよね。はい、これおおよそ相場感なんですけれども、はいはい、前期のそのスノーコンペティションじゃない M5 だと大体650万円とか700万円ぐらいから探せる感じ、はいはい、で後期になると漏れなくコンペティションになるっていうのもあって、まあ大体1000万円ぐらいから、まあそれ上になってくるなりますね。はい、でじゃあこの前期のコンペティションどこにはまるかっていうとちょうどその中間ぐらいの価格帯なんですね。はい、でこれっていうのは後期型で定価がすごくアップしてるのもかなり影響してるみたいですね。はいはい、後期型でなんと180万円ぐらい価格がアップしていると、はい、でじゃあその数とあとコンペでどれだけ価格差があったかっていうと、はい、それが80万円ぐらい、はいはい、というわけでかなり絶妙な内容になっていると、はい、そしてですねその80万円差額あるんですけど、はい、この素とコンペティションの違い、はい、これどうなのかなと思って僕の方で調べたんですけど、はい、意外や意外まず見た目に関してはほぼ一緒、はい、ほぼないですよ。はい、ですよね。はい、本当にシャドーラインのエクステリア、はいはい、まあ、あとは内装に行ってそのシートベルトとか、はい、あとホイールのデザインぐらい、はいはい、あとは細かいところエンジンのバリキアップしてるとか、はい、そうですね、細かいところが結構違う。違いますね。はい、だから見た目でコンペに乗りたい方だと、はい、あんまりおすすめはできないかな。そうですね、ちょっと分からないです多分、はい、ただの高い車になっちゃう。そうそうそうです。というわけで絶妙な違い、詳しい違いに関しては順番にご紹介します。はい、であとはこちらの車 M5 あのオプションが意外と多いんですね。そうですね、結構ありますね。はい、あのスピーカーだったりだとか、はい、あとコンフォートパッケージだったりだとか、はい、カーボンセラミックのべきだったり、はい、フルフルでオプションつけると大体300万円ぐらい。はい、そうそう、だからフルでつけると結構価格がぐんと上がっちゃうので、まあ、この辺ちょっとあのついてないやつなのであれですけど、はい、そこでもやっぱ価格差っていうのは中古車見てもらった方がいいのかなって気はしますよね。そうなんですよね。はい、だから単純に年式と距離だけで並べるともうバラバラ。はい、そうなんですよ。でなおかつそんなに台数がないんで、ないですね、ちょっと相場感のこうズレもあったりするじゃないですか。ありますね、多分。はい、だからめちゃくちゃ選びにくいんじゃないかなという内容になっております。はい、というわけでまとめると、はい、予算もし1000万以内であれば、はい、もう前期はい、一択になるかなと。はいはい、でその中でもコンペはまあ漏れなく前期の最終になって、はい、でなおかついろんな特殊なパーツもついてますし、はい、馬力も出てるんで非常におすすめかなと。はい、であとはオプション内容コンディションが非常に重要になってくると。そうですね。はい、であと車のキャラクター的にもやっぱり走行距離が多い車、はい、あと飛ばしてる車が非常に多い、はい、結構多いんですよねやっぱこの手の車は。はい、だから前回りだったりだとか、はい、ホイールだったり、はい、あと消耗品なんかに結構ダメージがある車なんかも多いんで、はい、まあ、車選びがちょっと大変かなと。そうですね、であとは台数が少ないということで、はい、まあ、今回一押しの車両になるので、はい、ぜひチェックしている方は大宮店のこちらの車両も見ていただけるといいのかなと。はい、でまず外観から見ていきたいんですけども、はい、シャドーラインのエクステリアついてるということで
まあ、グリルだったりが黒くなってると、はい、そうですね。ただこれ前期型の本当に最初のやつでも、はい、カーボンのテムロにしてたりだとか、 あ、はい、あとシャドーラインオプションで選べば黒くなったんですよね、はい、だここで見分けるのはなかなか難しいですけど、はいろいろこの辺が黒くなってる、はい、あとヘッドライトなんかは漏れなく LED のヘッドライトになるんですけど、はい、レーザー LED ヘッドライトなんですよね。そうです。でこれがこの次から、はい、あの廃止の方向なんですよね。そうです、そうです、廃止になってますね、はい、なんか眩しいとか、そうなんですよね、なんかあの十分な機能がレーザーライトつけなくてもあるとかっていう理由で、はい、この後の方からどんどん廃止になってってるということで、まあ、その辺の貴重な機能もしっかりついてる、はい、で早速横に回ってきまして、横はホイールがコンペになるとこのスポークが細い、はい、Y スポークのこちらのホイールになると、はい、で通常のスノー M5 だとツインスポークのホイールですよね、はい、そうです。だから見た目的にもなんか結構軽いっぽく見える、見える感じですね。おそらく軽くもなってるんじゃないかなって、多分軽くなってるんじゃないですかね、この作りだと若干思いました、はい。そしてサイズの方はコンペティションでも一緒でフロント275、はい、そしてブレーキは今回カーボンセラミック入ってないん で、はい、まあ、スタンダードのものですけど、なんとスタンダードでも395倍というドデカブレーキがまあ最初からついてくると、はい、そしてあとはサスペンションの方がなんとこちらが専用らしいです。そうなんですか。あの車高がコンペの方はちょっと低い、はい、あ、そうなんですね。7ミリダウンになってるっていうのは割とオフィシャルでもあの情報が出てるんですけど、はい、これ僕パーツリストを今日見て、はい、あのどこがどれだけ違うかなと全部バーってパーツリスト出したんですけど、はいはい、なんとですね、はい、あの全部違いました。あ、もう全て違うの、足回りが、あ、ごっそり、バネもショックも、はい、あのアッパーアームに至っても違いました、はい、ロアームアッパーアーム全部違う。ロアームは共通でした、はい、共通、ただロアームはあの M 専用です。あ、専用になってる。そうです。あ、すげえ。でそのアクスルサポートって言って、はい、その足回りを支えるものに関しては、はい、あの5シリーズ全部共通なんですけど、もうそこから先は M5 全部専用、専用になってる。でなおかつショック、バネ、はい、アッパーアームに関してはコンペティション専用、専用。いや、すごい。で、あのいろんなも読み物書いてあったんで、どうもアライメントが専用らしいです。あ、そういうことですね。なのでアッパーアームがちょっと多分短いのがついて、はいはいはい、少しキャンバーがついてるんじゃないかなって、その辺のチューニングがなされてる、なされてることか、車になってくるみたい。というわけでいつものコースだと、はい、多分コンペティションの本領は、ま、何にも分かんないと思います、はい、発揮できないと思うんですけども、はいはい、まあ、雰囲気だけでもお届けしたいと思います、はい、そうですね、はい、あと各部、はい、ミラーだったりも黒くなってたりとか、はい、あと窓枠も黒くなってたり、そうですね、黒くなってます。はい、あとカーボンルーフ、カーボンルーフですね。このセダンのカーボンルーフいいっすよね。いいです。ただものじゃない感じ、ない感が出てます、ね、で稀にあのサンルーフの個体もある、はい、います、あります、はい。なんか無償でできるらしいですよね。あれ無償なんですか。らしいですよ。あ、そうなんですか。カタログ見ると。あ、そうなんですか。ただ漏れなくカーボンルーフがなくなる、なくなりますよね、はい、どっちがいいんだろうって感じですよね、まあ、正直 M5 だったらこっちのカーボンルーフの方が、僕もカーボンルーフがいいです、はい、しっくりくるんじゃないかなっていう気はします、はいはい、そして後ろも同様にこちらの Y スポークのサイズの方が285になる感じですね。で後ろもブレーキ結構でかいですよね。380倍ということ で、はいはい、こちらのブレーキになっております。そしてですね、後ろも上側のアームが専用になってます。いや、すごいですね。本気度伺いますねこれ、うん、でそれはアッパーアームというよりかは後ろについてるスラストアーム、はい、っていう斜め上についてるアームなんで、はい、おそらくなんですけど、はい、トーインも変わってるんじゃないかなっていう、こう変えてるってことですね。わかんないです。そうする、一緒だったら、一緒だったら長さが変わらないからきっと党員は変わらないですもんね。おそらくそうですよね、はい、ただ他に調整の多分あの変身のカムとかついてると、はい、そこだけじゃなく調整できるんで、はい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 、なんとも言えないですけど、おそらくリアも党員とキャンバーがいじってあるんじゃないかなっていう気がします。この辺詳しい方がいたらぜひ教えていただきたいと思います。 はい、そして後ろに回ってきまして、後ろコンペティション専用パーツが、はい、マフラーが黒いのがコンペティション、はい、分かりづらということで、はいはい、そしてあとはトランクのスポイラーだったりだとか、はい、あと専用のエンブレムなんかがついてる、はい、だからこれルックにしちゃったら分かんないですよ、ね、分かんないですよ。いくらでもできちゃいますね。そうっすよね、はい、だ本当にスノー M5 とコンペティションの違いが微妙すぎて、はいはい、なんとあの中古車情報サイトでも時々あのごっちゃになって掲載されてるケースもある、はい、だ本当によく見て買わないと、ちょっともしかしたら、そうっすよね、え、これってなっちゃう、逆に得しちゃうパターンもあるかもしれないですけど、はい、というわけで少しあの選ぶのが難しい車だとは思うんですけども、はい、そういった違いがあるこんなエクステリアになっております。続いて内装を見てみたいと思います、はい、で今回はさすがにコンプリートの3代目なんで、はいはい、パパパパパッとですけど、パパッと、はい、駆け足でご紹介しますけど、はい、内装がなんとこちらシルバーストーン内装。そうなんですよ。え、めっちゃいいじゃないですか。めっちゃいいですよ。この白外装に白内装。そうなんですよ。なかなかこの組み合わせない、ないと思います。ですよね。はい。だいたい黒か茶色っすよね。だいたいあのその2色になっちゃってて、やっぱりまあちょっとうちでこう扱うのにやっぱりちょっとこう特徴的なのがいいなっていうんで、これがたまたまこう入ってきたと。これいいっすね、はい、そしてパネルに至ってはファインラインリッチウッドトリムということでウッドトリム
そうです。この流れでいったら、はい、カーボンできそうじゃないですか。はい、はい、そうなんです。実際に黒とシルバーのカーボン、はい、あとウッドなんですよね、はい、もしくはインディビジュアルの特殊なパネル、特殊なやつです、はい、で標準のパネルでまさかこれウッドが来るという、はい、これはなかなかハイセンスですね。そうですね。そしてもう M5 って言ったら5シリーズのトップレンジなんで、はい、まあ、非常に装備もいいと、はい、でそれにさらに加えて今回の車はコンフォートパッケージが付いているということで、はい、シートの方マッサージシート、はい、あとステアリングヒーター、はい、アンビエント、はいはい、その辺なんかもしっかり付いてると、はい、でもう標準装備でフォーズオンも付いてますし、はい、シートヒーターベンチレーション、はい、その辺なんかも漏れなく付いてきますし、はい、シートに関しては 8way プラスナンバーサポートの、はい、もう言うことないですね。もう大体欲しいものは全部ついてます、はい、こんな感じの内容になってると。あと今回のお車に関してはスピーカーがハーマンカードンですけども、はい、標準のもの。そうです、標準ですね。でオプションであのバワーズ&ウィルキンスもあるんですけど、はい、もう標準のハーマンカードンで、はい、まあ、結構すごいやつなんですよね。すごいです、はい、600W12スピーカー、はい、9チャンネルという、はい、なかなかのオーディオがついてるの で、 そうですなかなかこれで不満がある方っていうのも、まあ、十分じゃないかなと思いますよね、はい、おそらくいらっしゃらないと思うんですけども、はい、こんな感じの豪華内装になっております、はい。続いてエンジンルーム見てみたいと思います。エンジンの方が S63B44B、はい、こちらの型式 4394cc V8 ツインターボです、はい、で馬力の方が標準の M5 600馬力よりかも25馬力アップして625馬力、はい、トルクの方が 750N、はい、でこのトルクに関しては一緒なんですけれども、はい、あの回転の制御はちょっと違ってプラス260回転ぐらいトルクが長く続く、あ、それ知らなかったです、はい、ピークがちょっと変わってるみたいです。変わってる感じなんですか、はい、でこれに組み合わせるミッションのが発足 M ステップトロニック、はい、で M のこの 4.4 リッターのエンジンってめちゃくちゃ音が揃ってるじゃないですか、はい、揃ってますね、はい、V8 っぽくないですよね。じゃないです、はい、それがあのここについてるクロスバンクエキゾースト交互にこう合体して集合してるんで排気が干渉しな い、 しない、あのドロドロしてないですよ、ね、しないですよね、はい、で調べたらこれなんか BM の特許らしいですよ。あ、そうなんですか。だから V8 でもちょっとメルセデスと違う、はいはい、メルセデスとかってすごいこうドロドロ言うじゃないですか。ドロドロ感、あのそういう感じじゃなくて、あのドロドロ感好きな人は乗れないってことですね。そうですね、はい、だすごい音が揃った排気音になってると。でスペックの方が0-100なんと 3.3 秒ということで、はい、スノー M5 よりかも確実に速くなって、はい、0.1 秒ほど速くなってるそうです、はい、でマックス250キロ、はい、ドライバーズパッケージ入れると305キロということで、はい、ギア比だったりに関しては一緒なんですけれども、はい、まあ、スペック的には300キロ出るスペックになってると。でこれドライバーズパッケージ入ってるかどうかってもう分かんないですよね。分かんないですよ。中古車になっちゃうと、はい、もう新車のモーターシートでもないと分かんないですよ。ないと分かんないです。というわけで、はい、じゃあ今回試乗で、はい、あのドライバーズパッケージ入ってるかどうか確認したいと思います、はい、どこ行きましょうか。というわけでこの後試乗をお届けしたいと思います。はい、続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。行きましょう。行きましょう。かけます。はい。え、めっちゃいい音してる。いい音、いいっすよ。で、レスポンスがいい。レスポンスいいです。だってシートもこう、こう触れば出てくるやつじゃないですか。はい。で、細かく調整できるし。はい、そしてふかふか。ふかふか。そうなんですよ。ふかふかなんですよ。いいっすね。そしてですね、振り返りいいですか。どうぞ。ツートコンペティションの違い。はい。もう一個大事なところ。はい。ここにラインが入ってるかどうか。そうなんですよ。はい。それ結構ね。重要ですね。ですよね、はい、そしてあとですね、エンジンマウントもコンペティション専用みたいです、はい、おそらく硬くなってるんじゃないかな、じゃないかなって感じですよね、はい、だミッションマウントは一緒だったっす。あ、ミッションも一緒なんですね。そうなんですよ。だから本当に、はい、純正でドレスアップというよりかは本当に調整、はい、調律、はい、チューニングの方に、まあ、80万円分お金かけてる感じですよね。だから DME とかも全く一緒です。エンジンも全部品番一緒なんですか。見れる限り見たんですけど、あの専用品番のものはなかったです。なかったって。おそらくプログラミングだけ変えて、はい、馬力上げて、はい、あとは足回りの調整、はい、まあ、その辺をやってあるんじゃないかなっていう感じです。参ります。どうでしょう。ちょっとシートポジションはもう少し下げたいなと思ったっす。そうですよね、意外と下がんないんですよ、はい、
少し高いですよね。あの家の車は僕 BM なんで、はいはい、家の車 の, あのとんでもなくいいやつ版なんで今モード普通ですけど、あの至って乗りやすい、乗りやすいですよね、はい、だこれがコンペがもうなんか足回りめちゃくちゃ硬くなっちゃうんですとか、ステアリングすっごい機敏になっちゃうんですっていうんだったら、うんうんうん、そうですね、うん、あの普通の買っといた方がいいんじゃないですか、はい、って感じですけど、はい、でしかも前期の最終選べたじゃないですか選べましたね、はい、スト、はい、コンペで、はい、けどこの内容であのコンペになるんだったら、はい、正直コンペ、まあ、今回コンペっていうのもあるんですけど、うんはいうん、かなりいいんじゃないかな。だってコンペ買ってくる漏れなくだって前期最終なわけじゃないですか。そうですね、はい、で欧州車って結構あの年式によって、うんうん、そのモデルじゃなくて年式によってちょっと仕様が違ったりするんですね。あのたまにわけわかんない時ありますからね。何年まではこれついてんだけどみたいな。そうそう、あの、はい、こっからはこれがないよとかありますよね、はい、なんか部品の供給先が変わってこの部品がなんかあまり壊れにくくなったとかちょいちょいあるっすよね。あります。ブレーキに関しては一緒なんですよね。一緒ですね、はい、パッドとか変えてあるのかなと思ったら、うん、パッドなんかは変えてないんですよ。そしてこのドデカブレーキすぎて、はいはい、ブレーキも泣くっていう。そうですね、はい、いいんです。そういう車です、はい、聞いてる証拠ですね。そうですね、間違いないです実はちょっとあの洗車したばっかりだからって話もありますけど、そうですね、あ洗車した直後って泣くっすよね。泣きますね。泣きますよね。やっぱりあの普通の5シリーズより35ミリぐらいワイドになってるんでしたっけ。そうです、そうです、そうです。ちょっとワイドさ感じますけど、全体的な取り回し使い勝手はそんなに、え、でも足も全然いいっすよ。あのなんていうんですかね、あのそんなに硬いとかって硬くない、硬くない、全然硬くないです。あちょっと大きい段差とかだと、はい、しっかり感は伝わるんですけど、はいすね、これ乗り心地悪いですねって感じではないですね。全くないですね、はい、もうあと圧倒的なこのブレーキの安心感あともう一個、そうだ今回は、はい、あの通常のキーですよね。あのディスプレイキーもついてくるということ で、はい、もちろん揃ってます、はい、だともう一個僕 BMW 多分この年式以外もいけんのかな、好きなのは、はい、あのな長押し違うんですよ、効くんですよエンジンかかってても。あキーレスがロックが、そう、あそうなんすか。そうなんですよ。だから本当はダメですよ、本当はダメだけど朝こう暖気して、はい、にもう僕、はい、あの家のすぐ隣に止めてるんですよ、はいはい、で朝だ冬とか暖気して、はい、車で待ってるの嫌じゃないですか。嫌ですね。家戻りたいじゃないですか、はい、ロックして離れる。あ、そうなんだ。それができちゃうんですよ。その辺もちょっとやってみないと分かんないことですからね。そうなんです、そうなんです。それは確か、はい、最近のはできないんじゃなかったっけな、分かんないですけど確かだこの辺の年式のやつはできるんですよ BM。 ちなみにワーゲンはできないんですよ。いや、そうなんだ。ワーゲンロックして離れてできないんですよエンジンかかってると。でていうか普通の車はおそらくほとんどそうだと。そうね、できないですね、はい。そしてですね、乗った感じはもうブレーキめちゃくちゃ効くし、ステアリングはすっごい素直、うんうんうん、なんかホームページかなんかに書いてあったんですけど、はい、なんかあのすごいニュートラルな、はい、うん、のをなんか調整にしてあるって言ってましたよ。下手にこう効くっていうかクイックだったりはないってことですよね。そのステアリングもそのクイックすぎない、緩すぎない、はいはい、あとはそのフィーリングもオーバーすぎないし、はい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 、アンダーすぎないっていう。だってこの辺って本当にあのもう車の使い方で現れてるんですけど、はい、もう本当にガンガン使われるじゃないですか。普通に使いますからね車として、はい、でやっぱりフォーマルな乗り方する人もいるし、はいはい、走るのは好きで、で人も乗せられるからこれがいいかなっていう人もいるでしょうし、いますからね。だからあの3万キロ走ってる割には、まあ、この個体の話ですけど、あの外装そんなにあの飛び石とかも多くないんですよ。そうなんですよ。だから内装もすごいパリッとしてるんですよ、はい、パリッとしてるんですよ3万キロにしたら、はい、びっくりしたんですもんだから、はい、一番最初動かした時に、はい、そうなんです。本当にわずかになんかちょっと使用感、はい、運転席とかありますけど、はい、コンディションはすごくいい方だと思います。だからこれオドメーター見ないで、はい、内装のコンディションで何キロでしょうかって言われたら、はい、大体多分若く言われるんですよ、はい、そうですね、距離多分少なく言われることが多いですよ。多いと思います。これはそしてフルレザーじゃなくてもちゃんとこう、はい、そうですね、高級なインテリアですから脂肪というか、まあ、ソラフルレザーあればあったらいいですよ。あそうですね、ただもう車新車で頼めないじゃないですか。そうですね、もうどうにもなんないところですね。だ継ぎ方がどうなるかめっちゃ楽しみなんですよね。売れるのか売れないのか、ないのか、はい、だって何馬力700何馬力ですよね、はいはい、だ車的にはもうめちゃめちゃ進化してるんでしょうけど、はい、僕的にまだ、ね、あのハイブリッドアレルギーも世の中あるなって感じてるっす。いや、あると思います。あの実際僕ら販売に携わってるじゃないですか。今はどん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 どの車もハイブリッドになってて、あのなんですか、あのトヨタとか、はい、日産とかホンダと違って、やっぱり、はい、
欧州車っていうか、まあ、うちにあるような車を求められる方は多分本当純粋なガソリンエンジンを望んでんだなっていうのはよくわかりますよ。そうですよね、はい、だから趣味性の高い車とハイブリッドはまだ正直親和性そんなに良くないんじゃないかなっていう気がします、ね、そうだともう一つはハイブリッドでも何にもしなくていいマイルドハイブリッドと MG の53とか43とか、あとはそのプラグインのプラグインですね、もうちょっとバッテリー大きくって充電もできますよっていうタイプがあるじゃないですか。ありますね、あれでだいぶ使い勝手変わると思うんですよ。変わりますね。でもちろんプラグインだったら別に充電しないっていう運用もできなくないじゃないですか。ありますね。実際なんか SF90 とか296も充電しなくても全然乗れちゃうんですよね。乗れるんですよねあれは。だそうするとまあ、もちろんその発電だけの充電なんで、はい、空っぽになった時に、はい、ただ重いモーターとバッテリーを積んでるハンデキャップを背負ってる車になっちゃいますから、はい、でしかもプラグインだとガソリンも入れて充電もしなくちゃじゃないですか、はい、そうですね。でその辺がいいですよ。趣味性の高い車だったらいいんですけど、はい、M5 っていう5シリーズっていうこのめちゃくちゃ使われる車で、はい、本当にそれが成立するのかなっていうのがすごい楽しみです。エンジンは何ですか？ V6 とかになっちゃうんですか？エンジンなんだっけな。結局そこって大きいと思うんですよ ね、 すね。あのどのメーカーさんの車も確かにベースのエンジンがないんだっていうか、そうですね、ベースがもう全く V8 だったのが V6 になっちゃってハイブリッドなんか魅力感じないよねってお客さんは確かにいるんですよ。確かに、はい、それじゃあちょっといいですか？どうぞ、はい、ちょっと一般道なんでそんなに激しくではないですけど、はい、ちょっと片鱗をいきます。いや音がやばい。あとちょっとだいぶ押し付けられました今。これはいいな。これ間違いなく、いや間違いなく一回捕まりますね。そうですね。これ乗ったら。いや、ま、高速乗りたい。まず捕まる。音めっちゃいいんですけどびっくりした。こんなことでしたっけ？いい音。てかこれスポーツ入れると。そう音変わりますよね。音変わるしレスポンスやばいですね。めちゃめちゃいいですよ。 V8 のレスポンスじゃないっすよ。めっちゃいい。すげえな。やっぱりこの辺ってなんか一つの完成形っすよね。そうですね。いやでもスポーツ入れても乗りやすい。エンジンもなんかその唐突な感じしないしすごいレスポンスいいけど、はい、なんかその気をつけてアクセル踏む感じもしないっす、はい、全部にこうゆとりがあるっすよね。作り方がうまいですよね。なんかさすが BM っすね。スポーツプラス。じゃあせっかくなんで足もガチガチにスポーツプラスで、はいはい、あ、さすがに全部スポーツプラスに入れると、うん、そうっすね、ちょっとギクシャク感が出て、はい、ロールもあんまりしなくなって、はい、さすがに全スポーツプラスは高速道路とかの方がいいかもしれないです。そうですね。いやいい車、いい車です。フォーゾーンついて僕だけ充電ついて後ろのシートヒーターもついてめっちゃついてるんですよ、はい、こいつブラインドもついて、はい、で5シリーズこの方の5シリーズ結構後ろ広いんですよ、ね、広いっす。あと全部シートがいいんだよな。シートいいですよ本当に。後ろ座らせてもらったっすけど、はい、後ろもシート柔らかいんだよな。三硬いじゃないですか。三硬いっす、はい。だ車のキャラクター的にもっとスポーティーだから、はい、まあまあまあって感じなんですけど、5になるとすっごいゆったり余裕なんだよな。本当大人なんですよね。だから大人ですね。3、4ってもうちょっと年齢層若い若いイメージですね、うん、確かに乗られてる方もそうだし、なんかその車を擬人化した時にもうちょっとなんか若いイメージ、はいはい、それが5シリーズって本当ちょうどいいですよね。はい、え言うことないです。よかったです、はい、あとは強いて言えば、うん、M5 ってこの方の写真写りが悪い気がする。確かに、はい、さっきから何回ぶってますけど、はい、なんすかね、なんすかね、スタイルなのかな。後期ってそんな感じしないじゃないですか。しないですね、写真見てもあ M5 かっこいいなって感じですけど、前期ってなんかいまいちパッとしないですよね。なんかあの言いたいことよくわかります、はいはい、けど実写見るとかっこいいんですよ、はいはい。だそれ写真の撮り方じゃなくて、はい、オフィシャルの写真もあのいろんな、ねはいね、お店で撮ったのとか、はいまあ、そのプライベートで撮った写真とかも、はい、いまいち僕的にあんまりパッとしないなと思っちゃうんですよね、はい、なんかちょっとずんぐりむっくりに見えるというか、ポテッとした感じに見えますよね。見えますよね、
だ結構そのカスタマイズしてる人なんかだとリップつけたりすると全然見た目が違ったりとか、はい、だからあの写真撮ってて思ったのが、はい、横から撮るってると、はい、なんかシーピラーっていうのかな、はい、後ろがなんかやたらとこう大きく見えるっていうか あれなんだろうこれと思ってだからファインダー覗いてて、はい、と思ったのを今思い出しました。そういえば僕個人的にですけど、はい、なんか GT のイメージに引っ張られちゃうんですよ。ああ、はいはいはい。5シリーズ GT やったじゃないですか。そうですね。あの、確かに、そっちの方向のスタイルですね。なんか顔の感じもすごい差別化してるわけじゃないから、はいはいはい、GT 似てるし、はいはい、似てる、ね。後ろのなんかボテッと感が似てると思う。そうなんですよ。なんかあっちのイメージに引っ張られちゃって、はい、前期ってすごい、なんか損してる。そうですね。確かに GT に似てる。うん、でも実写見るとそんなことないんですよ。ないですないです、うん、これ GT と一緒って言ってるの嘘でしょっていうぐらいプロポーションも違うし、いいんですけどね、はい、全然ボテッとしてないんですよね、はい、逆にいいかなっていう。そうですね、しれっと乗れて、はい、うん、だからこの辺で特別感求める感じじゃないと思うんですよね、うん、そうですね、うん、どっちかっていうとその羊の皮をかぶったじゃないけど、全く見た目とかも別にそんなすごそうな車に見えないじゃないですか、はいはい、ぶっちゃけ、はい、だ司令と早いとか早いっていう司令とあの装備がいいとか、そうそんな感じですね、多分そっちの方だと思うんで、はい、まあ、車のキャラクター的に合ってる気はするっす。いやーちょっと一回ぶっ飛ばしてみたいな。高速ですね。いやニュルブルクリンクです。持ち込みますか。ニュルブルクリンクに行って、はい、回って、はい、そのまま帰ってきた。はいえーな。一般道だからもうほぼ使えないんですよ、パワーを。使えないです。けどトルクあるから全然あの持て余しちゃうんですけど、うん、なんかそのストレスがたまる感じではないし、はい、ないですよね、はい、これ高速で踏んだら気持ちいいんだろうなっていう片鱗しか一般道では味わえないですけど、あ、そしてですね、まあ、間もなく試乗も終了ですけども、はい、いじってもいいじゃないですか。いじってもいいですね。いじるパーツもいろいろあるじゃないですか。いっぱいありますね。でさらにですね、コンピューターチューニング、はい、やったらどのぐらい馬力出るんかなと僕調べたんですよ、はい、じゃあなんと、はい、コンピューターチューニングで700馬力に、はい、いや行くんすかやっぱり。行くみたいですよ。コンペでさらに75馬力アップできるらしいですよ。やばいな。でも保証も新車の保証も終わってるし、はい、いじるのにも持ってこいだと思うんですよ。そうですね、はい、いやいい車だ。だって新車の半額っすよ。半額です、はい、もう本当そこっすよね。ただなかなかあの台数がある車じゃないんで、そうなんですよ。お問い合わせはお早めにということで、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ最後になりますけども、はい、めちゃくちゃいい車だったっていうのはそうなんですけど、はい、もう一つこの辺の世代が今すごく動いてないですか。はい、動いてますね、はい、つい最近裏当てで撮らせていただいた SL なんかもそうですけど、はいはい、まあ、非常にお問い合わせいただいたりだとかする機会が非常に多いということで、はい、やっぱりちょうど切り替えの時だからだと思うんですよね、はい、でこれより古くなっちゃうとやっぱり装備だったりだとかコンディションとかって気にされる方いらっしゃるじゃないですか、はい、というわけでじゃあこの辺は積極的に今後もうちの方でも取り扱っていきたいっていう感じで、はいはい、でそうなってくるとじゃあ買取の方ももちろんぜひこの辺りの年代、はい、年式、はい、お願いします。乗られている方はぜひ一度査定だけでもお気軽にご相談ください。というわけで今回は BMW M5 コンペティションをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。